新組山本太郎です。私も冒頭少し、えー、当事者との混乱の場でマイクを切った件、私はこれがあってよかったなと思うんです、公害とか原爆などにも共通するんですけど、政府がいつも狙うのは、時間切れなんですね、政府が被害者に対して行うのは、高齢当事者の死に待ちです、これは政府の失策、無策によって生まれた被害者を切り捨てるお作法として続けられてきたこと、だから当事者が裁判を起こさなければならないような状態になってしまう。 懇談といっても話を聞く気など、毛頭ないです。発言時間3分では軽い挨拶程度が精一杯そんな懇談など、やっているふり、ただのガス抜き、ただのセレモニーに過ぎないんですね。今回の問題が表沙汰になったことで、人々の記憶から薄れている問題について、まだ終わってない、国の逃げ切りを許さないと、問題定義することになりました。マイイクののスイッチををを予定通り切っったたた職員ははいいいいい仕事をしとと私は思いますさててて改めて懇談の場を持っていただけるという大臣 もう大臣のお気持ちというのは、もう皆さんのいろいろな質疑の中から、もう私は理解したいつもりでお,お,あのおります、精い杯やりたいという気持ちで溢れてるというふうに思っています、発言時間は1人につき1回、最低でもこれ、30分は必要なんですよね、3分は無理です、しっかりとお話をしていただく、参考人来ていただいても、その道のプロでも15分しか与えてないんですよ、あれはしゃべることのプロだから15分で話をまとめられるんですよ、一般の被害者の方にはそれ以上の時間をやはり当たり前のように最低限、これは提供しなければならない。 30分1人、最低限でもご発言をいただくということになると、これ、何度も通う必要が出てきてしまうんですよね、1回では終わらない、えー、これは何度も何度も通う必要があるということになっていくと思うんですけれども、えー、そのくらいの気概をお持ちであるかないか、一言でお答えいただけますか。伊藤環境大臣気概は持っておりりまますす山本太郎君ありがとうございますあの、まあ 立は世知辛い場所ですし、その時の政治状況によって、かなりコロコロと人事が変わっていくっていう側面があります、そういった意味で、伊藤大臣もいつまで大臣でいられるかわからないっていうところがあると思うんですね、今国会以降は別の人に変わることもありえるということだと思うんです、すでに山下委員の方からも様々なご指摘がありましたけれども、今大臣という立場にある間に大臣との、大臣としての力を使って、これ、全員救済を目指すというお気持ちはあるんですよね、あるかないか、一言でお答えください。伊藤環境大臣目指すす気持ちはございます 山本太郎君ぜひですね、それを形にしていただけるように、伊藤大臣が歴史を変えたという形をぜひ作っていただきたいというふうに思いますよろししくお願い,いたします。